皆さんこんにちは。真砂土舗装につきましてはナンバー138でもご紹介しましたが、ダメ押しでもう少し掘り下げておこうと思います。まずは下地を作りますが、排水性を高めるのでしたら砕石などで下地を作ると良いでしょう。真砂土自体に透水性はありますが、その水は地面へと逃げていくわけですから、地面自体の透水性が悪ければ、真砂土に降った雨などがいつまでも真砂土の上に溜まっているということになります。真砂土舗装の透水性は下の地面の排水性能に左右されます。今回のこの施工場所は軒下ですので、砕石は排水のためというよりは下地調整のために使っています。真砂土の厚みは4センチぐらいで想定しています。建物側をやや高くして排水勾配を取ります。灌水の効率を高めるために下地に水を打っておきます。真砂土舗装に水がよく染み込むように上と下から水でサンドイッチするという感じです。上からの灌水が不十分で真砂土がうまく固まらないという施工不良を防ぐためにも有効な手段です。垂木などで仕上がりの高さに枠を作っておくと施工しやすいでしょう。
今回は施工場所に3つほど境界石が入っていましたので、埋めてしまわないように処理しなければなりません。境界石を勝手に引き上げたりするようなこともやってはいけないので、ちょっと面倒ですが、これを避けて施工します。側面と上から圧力をかけて締めます。水平器やまっすぐな棒を使って余分な高い部分の真砂土をすり取ります。コテはこんな風に小さく動かさず、大きく動かすのがきれいに仕上げるコツです。面取りといって、角を斜めに落としておくと欠けにくくなります。
結構たっぷり水をやったように思うかもしれませんが、まだまだ不十分です。木枠を外してみますと、ほら、まだ水が染みていない部分があるでしょ。これでは真砂土舗装が十分に固まりません。水は3回まけば良いということではなく、下の方まで水がちゃんと染みているということを想像しながらたっぷりやってください。私はもう20年以上前から造園の中でこの真砂土を取り入れてきましたが、あまり大きな問題もなく、まあ使える素材だなと思っております。雑草を防ぐということだけではなく、猫のトイレになってしまっている場所やホコリが立つ場所にも使えます。建物周りをコンクリートで舗装してしまうと、もちろん草は生えないのですが、コンクリートの下に染み込んだ雨水などがなかなか蒸発していきませんので、床下が湿ったりします。その点真砂土舗装なら水分が出たり入ったり土のようにしますので、コンクリートほど湿るということがありません。複雑な形の土地でも隅々まできちんと打つことができます。コンクリートほどの強度はありませんが、そのことは逆に、例えば配管のトラブルなどがあって地面を掘らなければならない時とか、草花を植えたくなった時とかに壊すのが楽です。建物周りなどの狭い場所にこの真砂土舗装をしておくと、除草の手間から解放されます。ただし、まあ原料は土ですから、汚れてきたり珪藻類が生えたりという経年変化というのは起こります。5年も経てばこのような感じになってしまいます。施工直後は綺麗でも数年経てば汚れてはきます。まあこういう現象を汚れと捉えるか、味と捉えるかの違いだと思います。防草シートほどの経年劣化はありません。ただし放っておいても良いということではありません。たとえコンクリート舗装したとしても、継ぎ目や隙間からは草が出ます。完璧というものは存在しませんから、やはり日頃の管理は必要です。ミミズやアリンコたちにはちょっと申し訳ない気もしますが、まあコンクリートを打つよりは少しは環境に優しいのではないかと思います。ご視聴ありがとうございました。